ウォーマは、ハチューコ有人木二色ヘビかオウロコ二色ヘビ族に分類されるヘビ。オーストラリア中部東道長150から207センチメートル。胴体中央部の斜め2列になった背面のウロコの、数は50から65。総排出口までの覆面にある幅の広いウロコの、数は280から315。総排出口から、後部のウロコの数は45から55。背面は、 単行色で、暗褐色の横縞が入る。複数の亜種に分割する説が提唱されたこともあるが、疑問視されており有力な説ではない。砂漠や荒れ地、低木林などに生息する。夜行性で、昼間は、他の動物が掘った穴や茂み、岩陰などに隠れて休む。ラジオトラッキング法による調査から、稀ではあるものの樹上にから4メートル、地に樹上10メートル以上まで木を登った例が、 報告されている。爬虫類、蝶類、小型哺乳類などを食べる。繁殖様式は卵生。1回に4から100個の卵を産むとされる。在来の哺乳類や、オートカゲジュの古巣を拡張して、巣穴として利用及びこれらに依存している。可能性が示唆されており、それらに影響を与える、恐れのある放牧や移入されたウサギなどによる植生の変化が懸念されている。人為的に移入された猫や、 赤狐ねぶ豚によって捕食されている。可能性なども懸念されている。1977年にボアカ単位でワシントン条約付属書2に掲載されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。オーストラリアでは野生動物の輸出を禁止しているため、過去に輸出されて、欧米で飼育か繁殖した個体のみが流通する。あまり立体的な活動は行わないので、 ケージの高さを重視する必要はないが、蒸れたり、角に多湿にならないようなケージを用いる。床材として、ウッドシェーブや砂、メンテナンス性を重視するなら新聞紙などを用いるが、大量に排泄するためこまめに交換する必要がある。入荷直後や購入直後の個体には、適切な大きさの隠れ家を設置して、落ち着くことができる環境を用意する。やや高温で飼育し、ケージ内の一部に、 赤外線ヒーターなどの暖房器具で他の場所より温度の高い部分を作る。水入れは全身が疲れるものを用意するか小さめのものを用意し脱皮不全を防ぐために脱皮しそうになったら大きめのものに変える。飼育下ではマウスに家付くことが多い。ありがとうございます。